どうもこんにちは。本日はですね、これなんですけどね、これわかります、これなんですよ、これです、これわかります、これですよ、これなんですよ、これをね、これなんですよ、これなんですけど、シェービングジェルなんですけどね、ちょっとねこれをね使ってね、あれとね思うことがあったんでね、びっくりしたことだったんでね、これを使ってそれをね紹介したいと思います。これはシックハイドロシェービングジェルなんですけどね、髭剃りもシックだから、で同じシックの買うかってことでね、こいつを買ってね使ったんですよ。こう出してつけるわけですよね、こう髭剃るときにこうやってつけるわけですよ、こうやって。そしたらね、びっくりしたんですけどね、これねつけてちょっとだった匂いがこれカブトムシの匂いするんですよ、これね。びっくりでしょ、これカブトムシは入ってないか、田舎なんでね、カブトムシなんかねいっぱいいるわけですよ、クワガタも。懐かしい匂いですよね。だってね、夏とかね外からコンコン音するなと思って見たら、カーテンの隙間から漏れてる光めがけてカブトムシがずっと窓見続きしてて、ね、朝になったらね、下で死んでたりしますからね。そういう経験あるでしょ、皆さんも。分かる人には分かるんですよね、分かんない人は分かんないですよ。まあその通りだけど、つけて数秒だけ、はっ、カブトムシだ、ね、これを開けて嗅ぐのはね、そんなカブトムシがないんですよ。ただね、これを手に取ってつけた時にね、こっからねカブトムシの匂いが来るんですよね、こいつ。なんでね、皆さんもねこれを買ってね、カブトムシの匂いをね味わってみてはいかがですか。もしですよ、今現在これを使っている人がいるとするじゃないですか、このカメラの向こう側に。で、僕の動画を見て、これがカブトムシの匂いかっつって、しかも虫が嫌いでこれが使えなくなったってことになっても、僕は責任を取りません。今日はね、このシェービングジェルがねカブトムシの匂いがするってことが伝えたかっただけでした。はい、これだけかな、分かる人いないかな。それではさようなら。